ヒラの仕様が初めての濡れ場に挑戦しました。この挑戦は売れっ子演出家による作品で彼の人気をさらに高めることになるかもしれません。現在、ボシュロムジャパンが使い捨てコンタクトレンズの新しいテレビ CM、滴る男編を公開しています。もちろん、イメージキャラクターのキングプリンスのヒラの仕様が出演しています。CM では、 店員とのコミカルなやり取りや自身が全身ずぶ濡れになる演出を通じて、コンタクトレンズの特徴である、16時間滴るという潤いの持続性をアピールしています。平野演じるお客さんがコンタクトレンズの潤いについて店員に質問をするシーンでは、冷静ながらもツッコミを交えた回答が行われます。さらに、平野が、滴るレンズを具現化するために全身ずぶ濡れになるシーンもあります。 この CM は数ヶ月前からポスターで予告されていましたが、ついに待望の CM が公開されました。CM ディレクターによると、ジャニーズルールとして、ジャニーズ事務所に所属するタレントが、濡れる、ビンタされる、電流を流されるといったリアクション芸人のような演出は許されなかったそうです。しかし、今回の CM で平野仕様は全身ずぶ濡れの撮影に挑戦しました。ジャニーズ事務所のタレントとしては異例のことです。 文字通りの、濡れ場に挑戦した平野紫仕様。メイキング映像を見ると、彼は一切の曇りもないアイドルスマイルを浮かべています。まさに彼ならではの素晴らしい表情です。このような規格外の CM に挑戦した平野紫仕様には、ある理由があったようです。本 CM を演出した佐藤渡氏です。彼は現在、ヤグ系の CM で非常に人気があり、多くの大手クライアントの仕事を手がけています。 佐藤氏が手掛けたタレントは、その後さらに売れると言われており、平野紫耀も出演を熱望したそうですと、前述の CM ディレクターは語っています。佐藤氏が手掛けてきた CM は、非常に有名です。まずは、寺田真が出演する、ブックオフなのに本音じゃん、シリーズです。この CM では、ブックオフの店員役を演じる寺田真が、店舗にやってきた大人の心の声を勝手に読み取って、失礼なことを言いまくるという内容です。 テラダシンの優等生キャラとは裏腹に、出来すぎたキャラクターをうまく取り込んだヤグ CM となっています。ブックオフの CM は、テラダシンの出演作品の中でも最も成功した作品と言われており、業界内でも非常に人気が高いです。テラダシンはこの CM 以降、バラエティ番組への出演が続いていると考えられています。佐藤氏は、 俳優のイメージの裏に潜むちょっとした悪意のようなものをうまく引き出す才能を持っているのでしょうねと、広告代理店スタッフは話しています。ブックオフの CM は YouTube などで MAD 化され、200万回以上再生されるなど、熱烈なファンを獲得しています。その結果、寺田真は3年以上も起業され続けています。平野紫陽も今後、イケメンから面白系へと展開していくかもしれません。また、 佐藤氏の代表作とも言えるのが、日清 UFO の CM です。この CM では、往年のヒーロー俳優である藤岡博士とバンドマキシマムザホルモンが共演しており、それぞれのファンたちは少なからず悪意を感じることでしょう。しかし、この CM は、癖になると話題となりました。SNS では、インパクトが強すぎて頭から離れない、衝撃的すぎましたといった声が多く寄せられました。 往年の俳優でででもも、のアイドルでも佐藤氏は新たな魅力を引きき出すす。ことができます最近、平野紫耀はイケメン系の CM が続いていましたが、この CM をきっかけにバラエティ MC やコント番組への出演など、新たな作品が舞い込む可能性も十分にありますと、前述の CM 評論家は述べています。平野紫耀はさらなる魅力を開花させました。彼の次の一手には目が離せません。 大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。